はい、えー、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。えー、昨日ですね13日の日曜日の夜10時過ぎぐらいでしたかね10時50分ですねにですね BS プレミアムという、まあ、これは毎週金曜日にね少年クラブを放送している、まあ、番組なんです番組じゃない放送局ですけれどもそこでですね「Covers ザ・ Covers」という カバーね、えー、いろんな人の曲を誰か違う方が歌うという、まあ、そういうコンセプトの番組だと思うんですけどもその番組が放送されるとでその中にですねなんと今回「ケミストリー」と合わせてゲストにストーンズから京本大河君が出るということで、えー、少し前に皆さんね動画へのコメントでたくさん教えていただいてて私ももちろんこれはね、えー、見なければいけないと思って予約をしたつもりだったんですけども、えー、昨日の何時頃かなこれも夜もね 6時7時ぐらいだったかもしれない気づいたらシャインマスカットさんっていうね、えー、ハンドルネームというんでしょうかね方がコメントでもうご存知だと思いますけども今日10時50分から大河ん出ますよというふうにまた書いていただいてあ確か撮ってたと思うなって確認したらなんと撮れてないという恐ろしいことが分かりまして本当に改めましてシャインマスコットさんそれから、えー、たくさん教えていただいた皆さんありがとうございます。えー、やっとビデオを撮れてね 今これから見させていただくんですけどもえこの「ザ・カバーズという番組まあ意識して見たのは今までないんで多分初なんですよね。で司会がリリー・フランキーさんと水原希子さんというえ方なんですけどまあなんて言うでしょうね皆さんこの番組見た方えいらっしゃるかもしれないですけどなんかもう BS 感 <laughs> よくも悪くもまあ悪くはないんですけどなんかリリー・フランキーさんがこうね テンポよくバーッと回すわけじゃないのでなんか大河君もこうね初めての出演で緊張感もあると思いますけどトーク自分が用意してるトークとえー締めのリリーさんとかねえのトークがうまく私の感想ですようまくこう噛み合わない感じで大河君が何回かこうハンってこうはにかんで<笑>,笑ってるような場面が印象的だったんですけど。でで曲目のカバーがですね 「Dreams ComeTrue」の「優しいキスをして」という曲をこれから大くんが歌われるわけなんですけどもんかこのね曲を選ぶにあたってということでお風呂の中でこうシャッフルでいろんな曲を聴いててみたいなあのことをポロッと大河君が言ってましたけどお風呂の中でシャッフルでポロッと音楽を聴いてるのが似合う人だなと思って聴ておりましたけど皆さんそんなことしますするんかな いや1回もしたことないですけどねそれでシャッフルで聴いてこの曲がパンと出てきてそうだこの曲をいつかどっかでカバーしたいなと思ってたところに今回のこの番組のオファーが来たのでこの曲を選びましたということでですねさあそれでは今から大河君がそのね優しいキスをして歌うんですけどももちろんいつものように私は初めてこれから聴かせていただきます。えー、黒の上下でジャケットの中に着てるなんかこうなんでしょうねあれ。ニット系のの薄めの ものがですね手の半分ぐらいまでこう長さ来てりますよ、はい、ほとんどだから全身黒の状態で今マイクを左手に持って歌が入る直前で止まっておりますそれではいきましょう再生ポててあなたのいいね冒頭からいい終わるときにそばに いいねい笑い,、ね、いで」うんビブラト聞いてる優しい技術大いね、高い機能と出てるマイクもってこっちでね線がマイクの線がありますので右手で持ちながらで「での伸ばす音の安定感も素晴らしい後ろ生楽器でフルートが流れてますねを撫でて そばを抱いて、そば、うん、に。いてあなたが眠るまで。優しい。お、優しいところで、優しい感じましたよ。でうわ。伸ばしながら、可愛い、あ、可愛いじゃない。<laughs> 綺麗な、なんで可愛いって、綺麗なビブラート。 うん「触れたら走ってゆくからすぐに行くから」さあこのあと高いよ「何もかもいいね」「ありし」だだけちょっと軽くね抜いて歌いました「息よきらし」指「指を指をひらし」「いいね」「すぐ会いに行くから」いい。 「ぬくまわなくて」って言って日本語言えない「結ばれなくても」ちょっと小指をこう立てます「あなたは」高い音裏声で「ただ一人の運命の日だおは」はここは地声でまっすぐ「ちょ,ょうどいいね「地にが終わるときに」 そうそう片足がピッと今一緒上がりましたけどこれ大事なやつよね高いとこ。いらない髪をなでてガタを抱いてあなたが眠るまでおおこの出会いに優しいギスを。 これが運命なら素晴らしい素晴らしいです綺麗な顔のドアップで今曲が終わりましたはいこれはですね今拍手であのー、スタジオに戻ってきましたけど <laughs> 大学ふふふって言いながら。 あのー、見てるところを見るとこれ今の映像このねリリー・フランキーさん水原紀子さんそれから大我君とケミスルリー2人5人で見てるんですねこうやってそれでそこから帰ってきて皆さんがこう拍手をするというえー、い,い,もいいも悪いも BS 感ありますね、まあ、悪くはないですけども嫌ですよこれ絶対これは照れますよね絶対。えー ままそいいとしてはい今優しいキスをして」という曲をですね大我君が歌ってるのを初めて見させていただきましたけれどもまず私が一番いいなと思ったところはですねロンングトーこの揺れずにまっすぐ伸びる音のことをロングトーンと言いますけどこの音がバーッと伸びてった後に最後。 えー、今度は和だと揺らす「ビブラート」というこの伸ばす音がねこの曲はたくさんありますので特に最後のねメロディーの着地の音でこう伸ばす音がいっぱいあります。でこれが大河君のまあ一番この曲でね今歌ってるので、えー、見えたというか分かりやすかった良さだと思うんですよね。伸ばす音のロングトーンがきっちり揺れずにまっすぐ伸びて。 でこれね普通にカラオケとかで歌うとどうしてもまっすぐ伸ばしてるつもりなんだけれども少しこう音が降りてきてしまったりとかね、えー、安定しないで上にこう動いてしまったりとかっていうことがよくあるんですけど毎回毎回この伸ばすところ綺麗にまっすぐ同じ音で伸びていってそこに綺麗なビブラートが入る綺麗なビブラートって言い,言いたかったのに途中で可愛いって言ってしまいました私ね。<laughs> その時で大河このアップがね映っててね可愛い顔してるなって多分思っちゃったんでしょうね。 その時にこう思わず綺麗なっていうところ可愛いいビブラートになってしまいましてもうき綺麗なビブラートこれがまずえ一つ大きな特徴だったと思うんですけれどもでもう一個私が今聞いてて思ったのはですねやっぱり歌詞の世界というか歌詞の表現を非常に大事にして歌われてるんじゃないかなというえどこで一番出てたかなと思うと「優しい」という歌詞がねえタイトルが「優しい」キスをしてですからそのフレーズが出てくる時の「優しい」という言葉をですね 非常に優しく歌ってるんじゃないかなとうんでこれって、まあ、結構そのまんまじゃないかと思うと思うんですけどやっぱりねメロディーを歌おうと思うとどうしてもこう音程をしっかり取ろうとかね声をしっかり出そうっていうふうにまあ普通はなりがちなんですけれどもそれがちゃんとできる前提で歌詞に合わせた表現力ってなってくるのでまあ簡単に言ってしまうとこう非常に上級テクニックというか。 うん、優しいところでメロディーが高かったりこう、ね、きれいに捉,られ捉えなきゃいけないところなんだけれども優しいって言いかずに優しい気スうんまあニュアンス的なところはありますけどね優しく歌うというのは。でもそれをね多分意識してたんじゃないかなというと優しいという音をえ言葉を非常に優しく柔らかく歌ったというところがすごく私はねあいいところというかすごい上手に歌えてるんじゃないかなというふうに思ったところなんです。で あとね私が今聴いたと思ったなるほどと思ったのがえっ、ー、とね前半の方で「何もかも掘り出して」ってフレーズがありますけどこの「何もかも」っていうのがね一番うん一番じゃないねフレーズの最初の音で歌い始めの音ですよねここが「何もかも」とね高かったりするメロディーっていうのはね実は結構難しくて 下から上がっていくうん今の歌ではあんまりないかもしれないね。あ例えば「優しいキスをして」だったら「優しいキー」「木の一番高い音に行くまでにちょっとこう下から助走があるじゃないですか」「優しいキースをしてここの高い音に行くまでに4つ音があるのでまあ歌おうとしたらねそこまでにこう音程を整えていければいいかなというようなこう取りやすいメロディーと言っていいと思うんですけど。 何もかもって一番最初にも高い音がやってくるってなった時にバンとこう当てるのって非常に難しいんですけれどもここにまあ大学のテクニックももちろんなんですけど歌詞を書いている吉田美和さんのすごさみたいなところもちょっとあったと思うんですよね。でいきなり高い音をバンって当てる時というのは先ほど難しいって言いましたけれども当てる時にねまあ歌い方の基本としてやっぱ鼻の奥に響かせるっていうのが非常に重要で。 そういういきなり高い音のメロディーなんていう時には特にその鼻に当てたいんですけどもその時にですね日本語の「何胸の」それから「まみむめも」というこの言葉が実はねパンと当てやすいんです。どういうことかというと「何もかも」とこう発音する時に「N」ローマ字で言うと「NA」って書いて「な」ですよね。だからそのの音を発音音発する時にどううしててても口が一回っていう音を入れてから 何もかもとこう「な行」が入るとやりたくなるというかやらないといけなくなるんですけどこれがフレーズの頭にいるからその「な」の音ってね出しやすくなってると思うんですよで実際今大河君歌う時も「でしっかり「な」の音の前に「ん」っていう音が入って「何もかも」と踏ん張れるからあの音が、ね、きちんと取れると思うんですよ、えー、あれがね「愛してる」とか例えばですけどあの音だと「 あーっていいきなり出すすの難しいんですよ「何もかもで」で「ん」で一回踏ん張れるから出しやすいメロディーであり今大河がピチッと当てましたのでこれはね吉田美和さんのもともと中村雅人さんが作ってるメロディーの難しさを吉田美和さんが作ったその歌詞ののっけ方で少し出しやすくしたやつをさらに大河が綺麗に歌うという、うん、細かいこと言うとその後ろの「何もかもーの」のもう一回上がる。 高い音ももほらもうでしょこれも「まみむめも」ですから「ん」って口を閉じないと言えない言葉なのでここも「も」っと「も」の音が乗っかってくることによってやっぱりね出しやすさはできてきてると思いますよねこれはうん。ちょっとまあ曲の作りり方みたたいなな歌う側からするね話になりましたけれどもでもう一個だけ私が今歌っててね素晴らしいと思ったのさっき途中でも言いましたけどぴょこっと一瞬ね体格を歌った時に「 右の足が上がが上っったた場面があったんですけどもちょっと一瞬そこに戻れるかなえー、どこだったかなちょっと今戻っておりますけどもどこだか分かりません <laughs> 巻き戻ししててぴょこっと足が上がるところを見つけるの難しいねでもこんな前半じゃなかったと思うな 後半だったと思うんだけどで、引いた映像で太鼓の足が見えるこの辺かな走って行くすぐて行くからすぐに行くからこの後か何もかも、うん、そういいね何もかもいいですよ足で息を切らしここじゃないね指を冷やしちょっとうなずきながら歌って。すぐ愛に まあ声の通り自体がものすごいいいんですよねそのロングトーンもうそう報われなくてもこれも報わは」もう「無ですよねこれも高い音がくるけど「あなたは」うんここはね地声でも言ってもいいけど裏声で「ら」は優しく「ひい,いいあ、ね、ここあ 「ここ今日という一日が一」度やりながら「終わる時にそばにいられたら」そうそうこの「そばにいられたら」のこの「田」の時にね右足がピョコッと上がるんですけどこれはねあの歌う時によくね お腹を使ってとか腹筋を使って歌いなさいというふうに言われたりするのを皆さん聞いたことあると思うんですけど「そばにいられたら」の「そのの時にはグッと今力を入れたと思うんですけど立って歌ってる時にお腹に力が入った場合グッとねこのちょうど横から見るとくの字みたいな体の動きになりますのでこのお腹に力が入った時に体の動きとして外から見える あの動きのの違いというのは2つあるんですよねここがグッと折れたことによってまず上半身がガッと倒れてくる状態少しね前かがみになるっていうのが見えた時はお腹に力入っているでもう一個今言った,られたらちょっと私足見えてないですけどグッと右の足が今体格上がりましたけどあの時もお腹に力が入っているのの反射でグッと足が上がるんですけど。 だからこうスッとね歌ってるのを見るとあんまりこう踏ん張ってお腹とか背筋の踏ん張ってる感じに見えないですけれどもやっぱりねこういうキメの「そばにいられたら」とアクセントをつけたい他の音の時にぴょこっと右足が上がるというのはこれはねしっかりと腹筋背筋を使ってえ芯のある音を出しに行こうという大学の歌い方のえ特徴が今。 見たた目でも分分かかった部分じゃないかないいと思いますのこのねぴょこっと右の足が上がったところは私はなるほどなとうんふうに思いましたしまあ一緒にしちゃいけないですけど私も高音を出す時にこうやって立って歌ってる場合はぴょこっとこうねどっちかの足がどっちでもいいんですけどね上がることによってその腹筋を使っている感覚が私はね分かるんですよね分かるというか片足上げたくなるんですよね歌っててここぞというところにねそれが今ね。 しっかり見れたのも私は非常に貴重な映像だったんじゃないかなということで、この番組の動画も永久保存版間違いなしということになりましたということで、長々と語ってきましたけれどもね、なかなかこう、ストーンズの曲以外、しかもミュージカルの曲じゃないというのをですね、大河君が歌う機会ってないですから、すごく 私にととっっても貴重な、ね、勉強のある映像だったと思います皆さんビデオを撮ってる方はですね是非そんな細かいところですけどもじっくり見ていただきながら、えー、見るとまた面白さが変わってくるんじゃないかなということで私が思うままにいろんなことをお話しさせていただきましてだいぶ長くなりましたけれども今回は「カバーズという番組で「Dreams ComeTrue」カムトゥルーの曲を悪最悪「Dreams ComeTrue」<laughs> ームカムトゥルーの曲いけると思ったんだけど「優しいキスをしてよ」 カバーした大学についてお話をさせていただきました皆さん最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました